ってて、このボリュームで贅沢な講座でした電車とかでも細切れですぐ見れる。エンジニアを目指しているわけではないっていう人がプログラミングスキルじゃちょっとかじってみようかなと思ったとして、なんかそういう人でもこうメリットってあったりするんですか？サービス開発とかについて知っておくと、はいはいはい、エンジニアの方と仕事をする上でもすごくやりやすい。 PC1 台でどこでも働けるみたいな。ユーデミさんの紹介、はい、全部今18万ラインナップの講座がある、うん、めっちゃ多いんですよ各分野の最先端の知見を有する実務家の方が講師に立っていたりとか、知っているだけじゃなくてスキルとして実務に活かせるまでをまあサポートしてあげる、ただの座学ではなくてプログラミングなら書きながら実際に手を動かしながら学べる、自分のペースでいつでもどこでも学習できる。実際に池澤さんも、ね、はい、使われていたそうです。あ、そうなんですよ。コンパクトに情報がまとまっているっていうのはすごく良かった。電車とかでも細切れですぐ見れる、ながらでも動画だったら見れるので、うん、繰り返し見てベースの知識作りつつ本で読んだりすると効率的に学べる。なんかまあ一つスキルがあると自分を将来的に助けてくれる、このスキル持ってるよっていうことで頼もうかな、うちの会社おいでよみたいなきっかけになる。今なら割引ですみたいな感じになってるから めっちゃ買っちゃう。もともと2万4000円とかが2400円とかになってて、これこのボリュームで贅沢な講座でした